試合が始まります。手前に張本、向こう側に及川。1回転した。いきなりものすごい、ものすごい1球目からこんなにこう噛み合うというのも珍しいですね。及川1回転でした。わあ、このノータッチです、うん、抜いていきました。及川いやー、うわ、最後は張本、その後及川のバックハンドが2発決まって、はい、で今度はこのラリーですからすごいですよね。そうですね。ネットイン、ここもストレートです、はい、けどもっていうところも、ポイントになると思いますね、はい、クロスはやはり対応されちゃうので、はい、決まる可能性が出てくるので、はい、台上ドライブ、張本のカウンター、ここも大きなラリーになります。こっちが対抗していると思います、はい、張本のバックハンド、台上のフリックです。よく入りました、はい、ゲームポイント、チキータはミス。第2ゲームです。今日からチェンジエンドがあります。手前に及川、向こう側に張本、ナイスホール打ってるじゃないですか、はい、でそれは張本にとってはやはり今の卓球は、はい、この前について両ハンドを使い入れてると、うん、及川選手がうまい形で攻めてるのかなと、はい、そうですね、ちょっと張本のプレーエリアではないですもんね、はい、こういったところは。フォアハンドがミス、ストレートを狙います。ストップの後ろから張本のフリックに対応した及川、そして最後はバックハンド、好プレーが続いている及川、ここも先にフォアに振る、この中で思ってるんじゃないですかね、3です。バック対バックラリー、あー、ここ用意してきたものが使えなくなるわけですからね、はい、ここはね、ここはミスショットになりました。で、手を拭くこととか、はい、それから過剰な大きな声を出すことというのをしています。それから台に落ちた汗も自分では拭かずに審判の方たちが、はい、投げ上げてロングサーブ、回り込んだ張本、つなぎに行ったボールはネットを越え、ゲームポイントを迎えています。ネットミスでした。第2ゲームも11対8、お茶が教え子ですからね、うん、第3ゲームです。手前に張本、向こう側に及川、あ、このラリーも美味しそうですよね、強いボールというよりも前で対応しながら、うん、相手を、ここは及前でプレーね、速いピッチ、前でプレーをする張本、ようやく張本チキータから入った、バックここも張本のバック、ドライバーオーバーです。
ネットに当たってオーバー。しかもこのサービスエースです。張本選手と対戦 D リーグでは戸上があのものすごい勢いで張本に勝利をしたシーンも極的に緩いボールを出したいですよね。まあここも及川のフリック、プレーも柔らかいプレーも今本当に気持ちよくやってますもんね。このバックハンドもそうです。そうですね、最後もネットミスでした。このゲームも11、そして世界ランキングも現在5位、もちろんオリンピック代表候補なんです。ゲームです。手前に及川、向こう側に張本。さあ及川、初めてのベスト8進出から初めて、まあ大げさではなくて声を出していった方がいいと思いますね、はい。張本バックハンド、スリーラブとリードしています。ヒントを握られながら逆転勝利を収めた張本、まあ、そこをあの取られるにしても及川選手がどこまでこう苦しめ、はい、楽になるのでこのまますんなり1ゲーム取れるということは、はい、5ラブからちゃんと粘り強く、まあ、チャンスがあったら果敢に攻めると。サービスエースです、うん、ああ1ですか。足を取られたが及川そこから巻き返す。最後はネットミスでした。及川選手が少し下がり気味になると入りも、まあね、ああ巻き込むサーブ、ロングサーブを使う、バック対バック、んーオーバーです。チキータはネットに、サービスエースです。最後はフォア、ゲームは取ったんですけども、はい、多分、まあ、本人の、イメージとは程遠いプレーなのかな。向こう側に及川、なあ、ますね、ここもそうですね、はい、うん、リズムとしては悪いですね。ここもミドルです、うん、はい、ロングサーブを使う、サービスエースです。投げ上げて回り込んだ、んーストレート、ストレートを突こうとしましたが、バックハンド、フォアハンド、ミドルを攻める、耐える張本、このラリーはどちらがものにするのか、すごいラリーだ、及川素晴らしい、いいと全員拍手してるんじゃないですかね。そうですね、ものすごいラリーでした、はい、投げ上げてフォア行った、ノータッチでした、回らならない、相手はそう思うはずです。先に攻めた及川、うん、張本、投げ上げてロングサーブ、最後はサービスエースでした、及川が勝ちました。